今日は何でしょうね。眠そう。この猫のモデルのになってるうちの猫です。ちょっとね、顔に寝癖が顔についてますけど、眠そうなところ無理やり起こしてすいません。眠そう、ごめんなさい。今日はね、なんだというとですね、にゃんにゃんにゃんの日というところで、ね、にゃん。これにゃんなんですけど、さっきのも今のもにゃんです。リアルにゃん。こっちはイラストにゃん。サービスです。ね、うちのにゃんもですね、動画投稿してたことがありましてですね、昔の動画を見てもらえればね、ドドドラ猫という動画をニャンが勝手に上げてたことがありますので、第1話のまま更新が止まってます。ネオくんがホームラン打ったらドドドラ猫が第2話が来ますのでお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。はい、でニャンニャンニャンは置いといてですね、2月22日、明日2月23日ですね、名護でまた新庄ファイターズと試合があるようです。そちらがね、こちらの情報です。ちょっといろいろ調べてみたんですけれどもね、こんな感じでん、はい、2月の23日1時から日ハムと名護なんとか球場って名前ついてましたけど、まあ名護球場ですいません、海のそば、13時から。ただね、明日今調べたら雨が 90% というところでね、雨時々曇りだったんで、まあ沖縄の天気結構ね雨とか言っててずっと曇りだったりとか、晴れてても雨だったりね、いろいろあるんで、ありえると試合ありえる、まあ、関東とか名古屋だったら雨90って言われると、まあまず雨なんですけど、やっぱり沖縄ちょっと読めないですからね。で先発ですね、一応先発予定が岡田キュンさん岡田くんも岡田キュンと言われ続けて、自分本人的にはどうなんでしょうね、岡田キュンって言われるのもちょっと恥ずかしいような、なんだか分かんないので、岡田キュンさんとさんつけときました。はい、で状況ですね、大島さんが1軍合流したんですけど、試合にはまだ出ないみたいですね。26日から出場したいみたいなことがニュースで出てたんで、まだ出ないようですね。でね、野手陣がちょっとジャッジやりましたね。ブライト君と三好君が1回2軍の方に落ちるという状況になっててですね、まあ、今週2軍の試合が多いんでね、2軍にそっち優先で生かすって意味合いも強そうではあるんですけれどもね、まあ、投手陣もちょっとそろそろね、ジャッジがありそうと、まあ、最後の最後ですけどね、ジャッジはあるんじゃないかという感じはいたしますね。多分だから岡田くんもそうですし、明日投げる人が結構ね、ジャッジのテストになるんじゃないかなという、なんとなく私の予想ですけどね、そんな気がします。明日ちょっとね、ちょっと悪いピッチングしちゃった人とかはね、ちょっとピンチなんじゃないかと。逆に明日ナイスピッチングしたらね、いいところ見せたぞっていうことになるんじゃないかと。そんな気がしますけれども、どうでしょう、ちょっと楽しみですね。まあとにかくなんとか、まあ、晴れはともかく曇りでなんとか耐えてくんないかなみたいな、試合が終わった瞬間降り出していいんでなんとかね耐えてくれるといいんですけどねと思います。じゃあ一回ちょっと CM に行きます。チャンネル登録よろしくね。はい、ではちょっと予想大会というところで、私もシーズンに向けて予想大会のパターンもちょっといろいろ試させてもらいたくてね、こんな感じで予想大会をちょっとね、ちょっとだけルール変えさせてもらおうかなと、どうかなというところでちょっと様子見でやらせてください。立浪さんがいろいろ試してるように僕も試すんです、いろいろ。今まで1人でしたけど、コメントに今回は2人書いてください。ポイント1位2位を当ててください。今まで1位だけでしたけど、1位2位を当ててくださいと。だから結構ギャンブル性が高くなると、当てづらくなると、当てた人すごいということになりますね。2人を予想してくださいと。で順番は逆でもいいです、どっちでもいい。複式っていうんですか、僕競馬をやらないんで分かんないんですけど、複式っていうんですかね、1位2位はどっちでもいいので、その2人を当ててくださいと。で同率だったらそれ全部当たりにしますので、でも結構当たりづらくなるんじゃないかなというね、そんな気がしますけれども、1人ぐらい、要は誰か1人ぐらいに絞りたいなっていうね、当たる人をね、そんなような感じなんですね。1人出るでしょうか、当たりが、そういうギャンブル性の高い予想大会にしていきたいなと思います。当たった人はね、試合後やっぱり花火で祝福するんですけどね、
まあ一人かもしれない、一人かもしれないのでね、いい感じになると思うので、ぜひぜひ当ててくださいというところですね。まあポイントは今までと一緒ですね。親類だだけ私のジャッジが入っちゃいますけど、まあこんな感じです。まあ一応もう一度言うとですね、3打数1安打、2塁打、1フォアボール、盗塁だった時は、2塁打の2点、フォアボールの1点、盗塁の1点、4点ということになります。まあ進塁打があった場合はプラスして 1点とかにねしますけれどもね、まあこれまでも進塁打結構ねいい感じでやってる人がね結構目立ってますから、逆に言うとできなくてゲッツー食らっちゃってるような人も目立ってますからね、ここはなんとかね、ここはなんとかちょっとセンスの見せどころとか、あと野球のね、なんかこう、対局を見る能力っていうんですか、ここはもう三塁ランナー絶対にホームに返してやるとかね、ダブルプレーでいいから返してやるとかね、そういう、やっぱりこう割り切りみたいなのが必要だと思うんでね、なんとかそこら辺は頭脳的なセンスがあるかもしれないですけど、もうこの動画が上がったらどしどしコメントしていただいて構いませんので、明日の試合開始ですね、1時ということなので明日の試合開始までに書いていただければ有効としますので、まあ明日ね試合があるかちょっとは分かんないですけれども、まああると信じてお願いします。雨で流れた場合は今回の予想はちょっとお流れというところで、次のね試合は土曜日ですかね、土曜日になるので、その前にもう一度改めて仕切り直しということでやらせていただこうと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、というところで火曜日も今日ね練習はありましたので、そこを見てて気になったところを挙げたいと思います。はい、まあ試合がないんでね、試合やった後だとちょっとまったりしちゃうんでね、今日は私のやべえやつは選んでないんですけれども、私の主観で今日の練習中に目立った人をちょっと挙げさせていただきました。まずはこの3人ですかね、清原くん、上原くん、松坂くんというところ目立ちましたね。清原くんってわかりますかね、私の世代かな、私の世代はねコロコロコミックかなんかのね漫画にかっ飛ばせ清原くんだか、あのドラゴンズの漫画描いてる河合さんですよね、河合さんの漫画があったんですけど、思い出しました思い出したから書いただけです。はい、清原くんで、みんなにアドバイスしてくれてましたね、よかったですね。石川くんとかも同じスラッカータイプでね、で気になって記事になってたんで気になったんですけどね、松木平くんに岸和田魂を注入したようですね。なんかそういうことなんですか、岸和田の学校に行ってたとか、なんかそんなようなことも書いてあったんですけど、まあ僕もちょっと大阪の人間じゃないんで岸和田のね気配が分かんないんですけど、だんじりとかある大阪の南の方ですよね、多分ね、堺とかの方ですよね。清原さん、自分で一度も俺はワイって呼んで自分を言ったことないって言ってましたけどね、そこら辺は面白い。清原さん像だと自分のことワイって言ってる感じが非常にするんですけど、言ったことないって何かに言ってましたね昔。はい、で松木平くんもね、これから自分のことワイって言うようになるぐらい頑張ってほしいところですね。で上原さんと松坂さんも来てましたね。あともう一人誰だろう、もう一人岩田さんかな、ちょっとねマスクしてるわ、ね、メガネしてるわでちょっとよく分かんなかったんですけど、先日岩田さんがね解説してたんで岩田さんかもしれないですけどね、分かんないですけど、上原さんと松坂さんはね確認できました。上原さんもいろいろねアドバイスしてくれてたようですけれども、上原さんのチャンネル見たら別にまだドラゴンズ動画上がってなかったんでよかったらね、今年のドラゴンズどう思ってるかとか、上原さん視点でね動画作ってくれたら嬉しいなとか思いますね。で松坂さんドラゴンズ OB ですからねまああと松坂さんといえば YouTube チャンネル早く作ってほしいと思うんですけれどもね、どうでしょうか。松坂さんさりげなくあれですよね、ライオンズ OB でありホークス OB でもあるんですけど、ドラゴンズ OB ですしね、もしかしたらだからあれですよね、ご縁が今後どんどん深くなるかもしれないと言いますか将来的に松坂さんがねドラゴンズのスタッフ入りなんかもやっぱりあるでしょうからね、ね全然松坂監督とかもね見てみたいっちゃ見てみたいんで、これからどんどん親交を深めていったらどうなんでしょうかと思います。はい、で選手ですね、まずは大島さん、ニュースありましたね、一軍合流実際いました。大島さんね、試合出場はただ土曜日からというところなんでね、明日は出ないようです。まあ大島さんがいよいよ上がってきたというところで、もう明日の試合出ないんだったらなんで今上がってきたのかっていうのもちょっと気になるところではあるんですけどね、
まあ、今のところは、ね、立浪さんが大島さんはレギュラーみたいな感じで言ってましたけれども、大島さんがね成績必ず出せるとも決まってるわけではありませんので今日ちょっと2軍の方に行っちゃいましたけど、ブライト君と三好君2人ともセンター候補ですよね。というところでね、そこら辺も含めて今年中にちょっとねレギュラー奪ってやるぞぐらいな感覚で見たいですね。競争がないとねやっぱりいけないと思うので、大島さんも実際のところ去年ね結構しばらくぶりのちょっと不振みたいな感じでしたよね。 OPS 7切っちゃいましたからね、盗塁も途中から全くしなくなっちゃったというかできなくなっちゃいましたね。アウトだらけになっちゃいましたよね。で走んなくなっちゃったというところなんで、去年の後半は結構大島さんまあ不振と言っていい感じになってたと思うんで、結構ね期するもんはあると思うんですよ。このまんまだったらもしかしたらやばいかもってね。なんとか大島さんここにね健在というところをねまあ見せてくれるとは思うんですけどね、非常に気になります。2000本まであと300本切ってんですよね。まあ年間でどれぐらいでしょうね、200本近く150、60本はずっと出てりゃいくんでしょうけれども、今季中の達成はさすがに無理だと思うんですけど、来季はありそうなんでね、今年どこまでいけるか。とはいえね、やっぱりレギュラーね、他の選手の方が打つんだったらね抜いてってほしいところではあるんで、楽しみになってきたというところですね監督が立浪さんっていうところもまたちょっと因縁がありそうなね、大島さんの周辺は今年すごいホットかと思います。で、ライマルさんですね。ライマルさん次の祖父江さんと合わせて、やっぱりこの2人なんだ右で練習してましたね、打撃をね。ライマルさん、やっぱりまた右で打ってる。で、祖父江さん左バッターなんですけどね、祖父江さんも右で打ってましたね。ね、基本的に右利きの人は右で打つのはまあうまいんでしょうけれどもね、もともとは多分右でやってたんでしょうから、2人ともいいバッティングしてんですよね、右で2人ともスイッチ挑戦なのかなって感じですけれどもね、何なんだろうこの辺りっていう。まあ両方ともリリーフなんで打席に立つことは多分ないんでしょうけどねとは思うんですけれどもね。まあさらに言うと今年ピッチャーのなんかバッティング練習が多いですね。カメラが多く抜いてるだけかもしれないですけどね、バント練習とかも含めてピッチャーがやたらバット振ってるんで、もしかしたらピッチャー陣のバッティングがすごい今年良くなってるかもしれない。誰かホームラン打つかもしれない。ジャリエルなんてバッティング練習遠くから見るとねビシエドかなっていうぐらいね迫力ありますしね。まあ今年のドラゴンズの投手陣の OPS の上昇が気になるところです。倍ぐらいいくんじゃないかなと個人的にはね予想してなくもないです。はい、で気になるところここら辺若手ですよね。ネオ君なんでしょう、今日はまた難しい練習してましたね。割の矯正なんでしょうかね、割った形からスイングしてましたね今日はね。割った形っていうのも私もちょっと合ってるか分かんないんですけど、割っていうのがまあなんかね結局のところタイミングを取る時のその瞬間ですよね。足は前にね、上半身は後ろにみたいな、手は後ろにみたいな感じですか。でネオ君の場合ね、手が後ろに行きすぎるっていう、頭の後ろに回りすぎる、まあ上半身がひねられすぎるっていうね欠点をずーっと指摘されてるんで立浪さんからね、まあそれの矯正なのかなという感じで、もう割り切ったような形からスイングしてました。足もついてね、まあ矯正というところで、あれをひたすらやれば割がうまくなるんでしょうかね。まあそんなところなんでしょうけれども、毎日こういう基礎練習をひたすらやってますからね。まあネオ君自身も朝からやってるってことだし、多分夜もやってるんでしょうからね。まあいち早くこういう形で矯正されていい形になるのか大惨事になるのか、それはもうわからないですけれどもね、やると決めたらもうやらないとねいけませんので、頑張ってほしいところ、結果が出ることを願ってます。で岡林くんですね。岡林くん、やる気元気いわきでおなじみのいわきじゃない。で岡林くんフリーバッティングしてましたけどね、岡林くんちょっともう最近ずっと多分ね打撃の調子が悪くて疲れてると思うんですけどね、岡林くん疲れ出すともう内野ゴロ、ね、ひたすらこうコースヒットを狙い出すというか、あれしかできなくなるという感じになるんですよね。調子いい時はね結構打球がライナーになるんですけどね、岡林くんの場合もうそれがなくなるんですからね、すぐに分かるっちゃ分かる。もう内野ゴロとあとボンフライ、
タイミングだけ合わせたようなボンフライばっかりになるんでね、岡林くんまさにそうなってたんで、まあ、ヒットエンドランのね、この前のようやくですよね、無理やり引っ張れって言われてヒットできたような、だからあれからもしかしたら何かちょっとねいい感じになったかもしれないですね。今日はだから練習見てる限りもあえて引っ張り引っ張り引っ張りって感じで引っ張ろうとしてたような、で角度もつける、バットを立ててスイングするっていうんですか、これが多分岡林くん多分チーム一うまいと思うんですけど、その形をひたすらやってね、ゴロ打たないようにライナー打つようにっていう感じのバッティングをしてるように私は感じたんですけど、どうでしょうかね。全然違うかもしれないんですけどね、結構私も本業は福田、ね、研究家で、去年は京田研究家もやってたんですけど、今年は岡林研究家もちょっとやろうかなと思ってるんでね。岡林くんはただ僕本当去年はそう見えてたんでね、疲れるとゴロと当てただけのフライばっかり、まあ、ライナーを打ち始めたら岡林くん絶好調っていうところだと思うのでね、今日のバッティング練習見てる限り調子上がってきてんじゃないかこれっていうところでね、試合があるんだったら楽しみなんですけどね、雨どうでしょうっていうところと、ネオくんとのね今ね争いになってるんで、出番がねそれなりにあるかっていうところが気になります。なんとか頑張ってほしいところではあります。で高松くんですね、気になったところね、一軍練習に復帰してましたね、やっぱり腰が痛かったみたいな感じで体調の不安というところで先日の試合には出てなかったんですようですけれども、入れ替えはしなかったという感じですね。ということはまあ軽めのものをちょっと大事を取ったぐらいなニュアンスなのかもしれないですけどね、うん、ちょっと高松くんも去年の今頃ね、盗塁しようしようってところでね、練習試合でもオープン戦でもチャンスがあれば盗塁、チャンスがあれば盗塁っていうことでやってたんでね、今年その姿がないんでどうなんのかなっていうのはね、立浪さんの采配も非常に気になるところなんでね、うん、まあ体調の不安がなくなってきた時にどういう使われ方するかというところが非常に楽しみですね。今までショートもやりましたけどね、ショートで考えてる可能性もなくはないのかなっていうね、そういう気がするので、うん、そこら辺も気になるところではあります。で、うん、最後2軍練習ですね。2軍の練習試合が今日あったんですけどね、まさかのまさかのっていうか配信がないというね状況になってしまいました。私個人的にはね、もうジェイスポも入ってるわ、スカパーも入ってるわ、ダゾンも入ってるわ、イレブンスポーツも入ってるわ、でもうね何が来ようが見れる体制は敷いてるつもりだったんですけどね、今日全部探してもどこにも見当たらないという感じでね、ありありゃっていう感じで見れないという形になってしまいましたね。結果は分かってんですよ、ドラゴンズちょっとボロボロに負けて、ピッチャー陣も結構打たれたりね、エラーもあったというところなんで、結構悪いしね、内容結果ではあったんですけど、内容がどういうものだか分かんないんでね、ピッチャーも打たれたとはいえね、どういうなピッチングしてたっていうところ次第でもありますし、この辺り分かんないんでね、なんとも評価はできないし、ファンとしてはやっぱりね、ずっと試合見れてる分こういうのがあるとモヤモヤするんですけどね、難しいとこですね。まあドラゴンズのホームがいかに恵まれてるかという感じはね、もう一回再確認できたかなと思います。もう一度投票の、明日雨っぽいですけどね、まあそのまま曇りがキープされることも沖縄の天気だとあり得るので、一応予想大会はやらせてくださいと。はい、今回からちょっとギャンブル性を高くしました。2人当ててくださいと、1位に当ててください。ポイントの仕組みは前回と一緒ですけれども、今まで1位だけを当ててくださいでしたけど、1位2位を当ててください。2人書いてください。1人しか書かなかったらちょっと無効とさせていただきますし、3人書いても無効とさせていただきます。ね、順番はどっちでもいいので逆でもいいんで、1位2位の方を当ててくれればいいです。複式っていうんですかね、競馬で言うと。ちょっと僕競馬が分かんないで合ってるか分かんないですけど、ね、1位2位どっちでもいいので2人を書いてくださいと。で、当たった人は試合後お花見で祝福します。ね、なんとかね、本当当たった人が1人っていう状況が作りたいなと思っているところなので、ぜひね当ててくださいというところで、にゃんにゃんにゃんの日はね私も今日猫に美味しいご飯をあげたんで、これからまた猫を撫でようかなと思ってますけれど、まあうち2匹いるんでね、2匹撫でようかなとは思ってますけれども、明日また試合がありましたらね、今日の結果とかも含めて動画作りたいと思いますので、明日は祝日なんですかね、世の中的には、ね、2月23日また試合が終わりましたら動画作って
振り返りたいと思いますので、見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは。チャンネル登録よろしくお願いします。